さあ引き続き第2部をご覧の皆さんこんばんは。2部の司会進行を務めさせていただきますリアル秋葉ボーイズのドラゴンです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さて一部では声優の内田優馬さんと構成エイトロックスの皆さんがコラボしたかっこいいミュージックビデオの紹介がありましたけども、2部はですねミックサライブ東京構成エイトロックス公開企画会議ということで、エイトロックスの皆さんだけではなく視聴者の皆さんと一緒にこのミクサライブ東京でエイトロックスと実現した面白い企画をバンバン出していければと思っております。はい、ご覧いただいている皆さんにはね、感想や質問、この企画をやってほしいというような意見がありましたらですね、ハッシュタグミクサ8、この8はですね半角の8をねお願いしますをつけて、ツイッターなど SNS でバンバン投稿していただきましたら番組内で紹介するかもしれませんので、ぜひぜひ皆さん投稿してくださいね。ツイッターによろしくお願いします。さあ早速ですがここで2部の、企画会議の出席者をご紹介したいと思います。それでは出席者の皆さん自己紹介の方お願いします。皆さんこんばんは、構成エイトロックスの一斉です。今日はもう見てる皆さんと一緒に盛り上がれたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして続いてお願いします。はい、皆さんこんばんは、構成エイトロックスのなおです。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして続いて、皆さんこんばんは、構成エイトロックスのりょうすぴんです。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。そして続いてお願いいたします。はい、皆さんこんばんは、ミクサライブ東京チャレンジ部長の松下と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ早速ですが、講談社さんがですね運営に参画することで、ミクサライブ東京は今年構成エイトロックスとスポンサー契約を結んだということでですね、いわばエイトロックスのホームグラウンドといっても過言ではないんですよね。はい、はい、そうなんです。このミクサライブ東京はですねエイトロックスさんのホームグラウンドというかもう応援団ですね、としてエイトロックスの皆さんといろんなエンターテインメントを発信していきたいと思っております。で今日はまずはこうエイトロックスの皆さん、それから今ご視聴いただいている皆様にですねミクサライブ東京っていうのはどんなところなのかというのをまず知っていただき、その後じゃあここから何をやろうかっていうのをざっくばらんに意見交換させていただけたらと思いますので、いいですね、楽しみですね。なんかいい意見が今日出たりとか、いい ね新しい企画が生まれたらいいですよね。はい、はいはい、なんですけれども、その前にですね、第1部で皆さんご覧いただきました、はい、内田優馬さんの DNA、ミュージックビデオめちゃくちゃかっこよかったんですけれども、実はあの DNA なんですけどね、はい、8ロックスバージョンという特別版がそんなのがあるんですか。そうなんです。まずはこちらを皆さんにご覧いただきたいと思いますので、はい、はい、よろしいですかね。準備の方大丈夫ですかね。お、整ってるみたいですね。はい、はい、では、内田優馬さんの DNA のですね8ロックバージョンをご覧ください。まだまだまだ足りないようなフロアが過ぎてるようなフリーダムフリーダム、まだまだ上がり出す伸びしろフルにスカイグローアップ水みたいに飲めホスウォーターチリンチリン、力を抜け出すまぶたの裏側異世界の中あの光たどれカラオケポいざなわれるまま照らされたドア見つけたらさえ開けなら Yeah, 駆け出させる I want you 上がっていく最高のムーン Let's get jolly now 騒ぎ上がれ High すぎるまで暴れ出していく DNA Jolly now 騒ぎ上がれ High すぎるまで止まらぬ衝動と DNA 君と二人今宵限界のその向こうへ真似できる本能衝動こそ DNA、yeah.
バテバテ汗だくでもダンスタップ、まだまだだらこんなのボーナップ、ヒラヒラ、yeah、 世界が回り出す、例えれば揚げたてのドーナツ、その輪のど真ん中にフォーカス、自画自賛タイム駆け抜け敵もライフ、人生なんて単純だってネットはライフ、行き先は不明のハイウェイ、振り落とされたくなきゃほら声出せ、あいえいえ、Let's go drowning up 騒ぎ上げれ、這いつきるまで暴れ出していく DNA、 Drowning up 騒ぎ上げれ、這いつきるまで止まらぬ衝動と DNA、君と二人今宵限界のその向こうへ、ここさえ忘れてなお振り切るまで、駆けさせてく I want you 上がってく最高のムーン、 Let's go drowning up 騒ぎ上げれ、這いつきるまで暴れ出していく DNA、 Drowning up 騒ぎ上げれ、這いつきるまで止まらぬ衝動と DNA、 君と二人今宵限界のその向こうへ、真似できるほんの衝動こそ DNA、 うわー、めっちゃめっちゃかっこいいじゃないですか。なんですかこのね、豪華な特盛セットみたいな。すごい、なんですかこれいいんですか、めっちゃかっこいい、すごいですね。なんか内田雄馬さんのね、素敵な歌声、そしてアップテンポな曲に、あのコースエイトロックスのスキル、あんだけ入ってきて、もう目もね、耳も楽しいっていう最高なね、あの動画ですね。はい、なんで びっくりしちゃってるんですけど、なんであんな動きができるかさっぱりわからない。俺もわかんないんですよね俺もブレイクダンスバリバリやってるんですけど、なんかおかしいぐらいの、世界でも全然通用する、もうっていうか世界レベルの動きばっかがどんどん来るんで、多分見てる人も今びっくりしてると思うんですけど、初めて見る方も多いと思うんで。でもメンバーもすごい気合い入れて撮ったんじゃないですか。いや、はい、めちゃくちゃもうと楽しかったですよ、現場の。確かにもう踊ってる時結構表情って硬くなるじゃないですか、はい、ちょっとああいうね、しっかりした場所で撮ったりすると。でもみんな笑顔で、はい、ね、トップロックだったり振りを踊ってたんで、すごいいい空間で踊ってるなって思って。曲調も本当勢いがあって、うん、もうそのブレイクダンスにもすごい合うし、本当みんなと一緒にこう盛り上がれるような曲になってるんで、なんか本当早く人前みんなで踊りたいなっていう。一緒に盛り上がりたいよね、イベントとかで、はい、うわこれはすごい映像でしたね。はい、ということで、かっこいい PV も見たということで、実際にミクサライブ東京ってどんな場所なのか、皆さんで見て回ったという、はい、ことなんですよね、はい、なんかそちらの見て回ってる風景の動画もあるということなんで、早速そちらの方も見ていきたいと思います。それではその映像をどうぞ。皆さんこんにちは、ミクサライブ東京チャレンジ部署のですね、講談社の松下と申します。コーセーエイトロックスの一斉です。今日はミクサライブ東京のいろんなところを回れるのがすごく楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コーセーエイトロックスのナオです。よろしくお願いします。コーセーエイトロックスのリョウスピンです。本日はよろしくお願いします。イエイ。はい、というわけでですね、今からですね、ミクサライブ東京エイトロックスさんのホームグラウンドということになるんですけれども、いろんなホール、スタジオをですね、これから皆さんご案内したいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。楽しい。イエイ。ではまずですね、ご案内するのはクラブミクサという場所になります。もうバリバリのこうライブができるですね、素敵な空間になりますので、早速ご案内いたします。はい、楽しみ。こちらへ。あ、もうイベントできます、はい、いい空間、マジで。
こちらがクラブミクサーで、本当コロナが落ち着けばね、なくなればここに400人のお客さんが、400人、こう熱狂してあそこのステージでライブだったりダンスパフォーマンスだったりいろんなことができる場所ですね。後ろ側の LED の巨大ビジョンモニターになっております。はい、こうミクサーライブはエイトロックさんのホームグラウンドとして使っていただきたいんですけど、ここがもうメインの場所になると思います。はい、というわけでこちらがクラブミクサーになります。クラブミクサー、すげー。はい、よろしくお願いします。では続いてご紹介する、ホールミクサー。ホールミクサー、ミクサーライブもともと映画館だったんですね。映画館を全部こう改造していろんなライブスペースに、すごい。はい、ということでただいまホールミクサー、はい、お願いいたします。どうぞ。ここは映画館をそのままほぼとどめてる、はい、どっちかというとトークイベントみたいなものを、ここで誰もおっしゃった通りここで映像を楽しんだ後、はい、ちょっと皆さんが出てきて、ありがとうございました。ちょっとしゃべってくれて、やばいで、ここもう配信の設備が整ってるんで、もうここで撮影したらそのまま外に映像が発信できる。おー、すごい。ここ今まで漫画家さんがここでオンラインサイン会やったり、確かにできるイベントやしゃべれるように頑張ります。頑張ります。はい、では続きまして、はい、ご案内するのはシアターミクサというスペースですね。このミクサライブ東京のビルの一番大きなホールですね。300席の客席と非常に広いステージ作ってありますので、ぜひここ皆様にパフォーマンスしていただきたいなと思っております。広い。すごい、めちゃくちゃ広いんですよね。すごい、これすごい。これはもうこれもうエイトロックさんにこう踊っていただくために作られたようなステージ。完璧な広さ、完璧な広さ。ちょっともう何の心配も、天井も大丈夫やし。あ、2階もある。2階席があって、ここは300席ありますので、ここも本当ぜひ。すげー。ここはちょっとエイトロックス公演やりたい、やりたい。いいですね。あと照明が、ここは舞台をやれる場所になってるんで、もう非常にたくさん照明がついてると、ここも音がすごく綺麗な音が出るようになってますんです。はい、確かにね、エトロックス飛びますもんね。高さが必要ですよね。結構高さが必要なんですよ、はい、これはもう十分です。十分です。これ当たったら逆にすごいよね。高さ必要やし、広さ必要やし、床大事なやつ全部揃って全部揃って全部揃ってる。あ、嬉しいな、めちゃくちゃ嬉しいですね。こちらが、そういうわけでシアターミクサーですね。はい、はい、シアターミクサー。シアターミクサー、よろしくお願いします。はい、では続きましてご紹介するのが、はい、ライブカフェミクサーになります。ライブカフェミクサー、ライブカフェミクサーです。映像もあればですね、ちょっとこちら見ていただきます、はい、バーカウンターになっていただいて。いいですね、おしゃれ。はい、ちょっと今までのステージとはちょっと違う雰囲気なんで、はい、どうぞこちらご覧いただきながらと思います。はい、ここでもうエイトロックカフェしたいな、これは。ね、やりたいですよね。エイトロックカフェしたいな。おお。いや、これは、うん、あ、ここも映画館。これも映画館だった。え、そうだったんですか。だから向こうからこう映して、はいはい、ここで普通に見てたんですよ。へえ。それを 大改造してカフェにしたという。カフェ。カフェになるもんな。コラボドリンクとかですね。わあ。コラボメニューとか。バーカン誰がするエイトロックス。グッズなんかもやりたいですね。グッズも作ってください。全部お願いし、作らせていただきたいんですけど、本当にパフォーマンスしたり、ね、踊ったりトークがあったり、はい、全部ができたりとか、全部ができる、全部ができる、このビルですごい。以上が、じゃあこちらは、はい、でライブカフェミクサでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで以上ミクサライブ東京の映像となってますけども、ほんとすごいいろんな、ね、場所がありますね。クラブミクサー、ホールミクサー、シアターミクサー、ライブカフェミクサーということで、なんかすごいいろんなことが、ね、どんどんできそうな場所がてんこ盛りということで、私今までたくさんの方をこのミクサライブご案内したんですけど、はいはいはい、一番テンションの高い
皆さんいや、まあ、でもすご、ね、すごくないですか。もう行くだけでこういうことできそう、ああいうことできそうがどんどん出てくるんですよ、うん、そうなんですよ。あの映像見せればこのコーナー終わりでいいんじゃないかってぐらい提案いただいたんでぐらいということですけどもね。そして実際企画は、まあ、今からね伺うんですけども、はい、実際そのミクサーライブ東京皆さんね行ってみてどうでした。なんかいやもう何でもできさっき言ったように、うん、全部ができてしまう施設じゃないですか、うんうん、もうすごい人に自慢したくてもうこう歩いてて、うん、ここ全部俺らのホームなんだぞ。まあ、ね、なんか確かに人にこう、うんうん、足運んでもらいたいぐらいすごいいい場所で、うんうん、しかも何でもできちゃうんでこう本当にいろいろ提案したくて、で今日もいっぱい見てくださる人とこうなんかこれやりたいっていうかこれやってよみたいなのがあったらこう聞きたいんで、確かになんかもういろいろアイデアが湧き立つ、うん、そんなもう場所だなって思いました。いいですね。なおちゃんどうですか、こうね場所見て多分すごいワクワクしたと思うんだけどね、どうですか。今回初めてこのミクサライブ東京に来たんですけど、うん、すごい内装とかもなんか壁とかはすごい可愛くてすごくワクワクしました。だよね、なんかやっぱ女性意見のね部分であったら絶対欲しいと思うんで、なんかカフェとかすごいゆっくりできそうじゃない、ね、カフェいろいろやりたいですいろいろやりたいって、ね、意見が来ましたけどね。リョスピンはどうですか。いやそうですね、なんかダンサーやったりこうパフォーマーの聖地やなってめっちゃ思いました、うん、やっぱ広いステージもあるし、うん、ライブハウスもあるし、うん、なんかみんなでこう映像見れるとこもあるし、うん、なんかこう見て回っててなんかいろいろイメージしてたらどんどんワクワクしてきて、うん、なんかここでこういうことやりたいなっていうのはめっちゃひらめいて楽しかったです、ね、見てて。いいですね、はい、いい時間だったということ で、はい、でさあ、いろいろね、初見の感想はあったようなんですが、松下さん、はい、ミクサーライブ東京としては、何かエイトロックスの皆さんとやってみたい企画とかは今のところあるんでしょうか、はい、あね、いろんなことやりたいんですけど、はい、何よりもまず番組を作ってこう配信したいですね、はい、定期的に、うん、で皆さんにお伝えしたいことが大きく2つあって、はい、一つ先ほどのミュージックビデオも、ね、見ていただきましたけど、エイトロックスの技がどれだけすごいかと、本当ですですね、ダンスのことまずお伝えするようなことをやってみたいのと、うん、もう一つは私ミュージックビデオの撮影立ち会わせていただいたんですけど、はいはい、もう一人一人が本当魅力的で、そうなんですよね、そうなんですよ、うん、もういろんな方がいらっしゃるので、うんうん、ぜひ一人一人の魅力を伝えられるような、若干バラエティに寄っちゃうかもしれないけど、ですね、そういうのもやってみたいですけどね、なおちゃんと握手会とかね、もうちょっと落ち着いたら今のね情勢が落ち着いたらちょっとねどんどんファンとかが増えてきてね、またちょっと違った形のイベントもできるんじゃないかと思いますから ね、はい、あとは本当コラボカフェとかもねありますから、なんか本当にいろいろまだまだ楽しみなんじゃないかなと思いますけどもね、はい、あとはまあやっぱシアターね場所もありましたけども、なんかあそこでもなんかすごいね、あそこすごいよ、ね、すごい 広かったっていう、すごい広いし、ね、その意見聞きましたけど、舞台もできてるって言ってたんで、うん、もうなんで本当にすごいあそこになんかこうセットを置いていろいろ僕たちのこう公演とかもできたら楽しいなって思うんで、やってみたいですよね、そういうの、ね、なんかいろんな本当に広がりますけどね、はい、ありがとうございます、やりたいことはいっぱいあるということなので、エイトロックスの皆さん今の聞いてね、企画とかでじゃあ逆にもっと具体的にこれやりたいっていう今のうちにこういろいろどんどん出していきます。なるほど。で今ちょっとツイッターとかも見てるとやっぱすごい盛り上がってて、なんかすごい場所だみたいなことを言ってますね、はいはい、すごい広いとか行ってみたいっていうコメントもすごいあったので、なんかみんなもねいろいろとアイデアもぜひぜひねよろしくお願いします。はい、はい、どうですか一斉、具体的にこれやりたい、わーいやな、まずイベントをやってみたいっていうのは、まあ、絶対それはね、うん、なんかやっぱ B ボーイとしてはね、うん、B ボーイとしてだって入ってきた瞬間にイベントできるわって言ったもんね、もう言ってたもんね、うんうん、であとはなんだろうな、ワークショップとかもこういう場所とかでここ立ってみんなで一緒に踊るっていう、そうだね、なんか一緒にこうダンスできる環境みたいなのがあれ、うんうん、あったら今だったらオンラインとかでもねできるから、はい、場所でね限界に入りきらない部分もあると思うので、やっぱそういうところで配信していろんな方にブレイクダンスだったりね、はい、エイトロックスのやってるダンスを広めるってこともすごいいいんじゃないかなと思いますよね。そうなんですよ、はい、一つミクサライブってお客さんが入れられる、はい、やっぱりこうホールなんですよ ね、うん、ね、だから生でやっぱエイトロックさんの技を見ていただきたい、うん、そのコロナがもっと、ね、落ち着くといいんですけれども、まあ、その中にあってもその配信でも楽しんでいただくし、実際こうシアターに入っていただくとかね、うん、いうことをやりたいなと思います。すごい、ね、いいですね、したいです、確かにそれはやっぱすぐにでも見たいで感じですけどね、うん、じゃあどうですか、リョースピンはなんかこれを具体的にもう
もうこれもうやるんだぐらいな、もうやりたいじゃなくやるんだぐらいなのかある？自分はやっぱこうファンとこういうコミュニケーションする機会って今あんまりないんで、なんか一緒にこうコラボカフェしてなんかこうファンの方とこう話したり、はいはいはい、わかった。それで最近ヨースピン、あのグラフィティっていう絵を描く、ああ絵描いてるんですよ、はいはいはい、で展示会だヨースピンのまあコラボカフェで、まあなんかオムライスかなんかにこうちょっと書こうかな、そんなやばい、ケチャップだらけになるからオムライスの上ケチャップだらけになっちゃうから味濃くなるかもしれない。でもいいですね、そういうこともねやってみたいと。ちょうどねやってみたいですね。あのライブカフェって9階にあるんですね、ミクサライブの。で9階に行くときお客様6階から階段を上がっていくんですよ。階段の壁がちょうど絵が飾れるスペースになってるので、ヨースピンさん描かれた絵をもう全部飾らせていただく。すごいじゃない、それできるかもって。いやちょっとけど やりたいですね。最近すごいハマってるもんね。いやめちゃくちゃハマってます。そうなんです、描いてるんで。じゃあそういう展示会もできると。はい、ぜひ、ね、はいはい。じゃあなおちゃんどうですか、なんかこれやりたいもんやるんだぐらいの、みんなついてきてぐらいな、なんか新しいことに挑戦したいと思っていて、エイトロックス劇場みたいなのをやってみたいです。素晴らしい、じゃあいいですね。劇場ってのは芝居をやられるとか歌われるとかそういう感じなんですか、どんな具体的に。なんかでも実際にエイトロックスで人気 のサーカスのネタとかがあるんですよ、踊るショーケースで、はいはい、それとかも混ぜたりとかしてなんか作れたら面白いのかなって思います。僕はもう個人的に奈緒ちゃんが歌って踊ってるところは見たいなっていうのはちょっとまた違う一面がね、はい、見たいね。ここでこう成長していく、うちら踊るよ、こうやって踊るよ奈緒ちゃんって踊るよ、やってほしい、ね、ホールするよ。ここミラーボールもね、うん、あそこにあって派手にやれると思います。いや本当いいですよね。あと個人的になんですけど、今見て思ったのが、はい、もう後世エイトロックスのワンマンライブみたいな、使って、やっぱいっぱい、まあ、ワンシーズン目も終わったと思うんですけど、うん、なんかいっぱいあるじゃないですか素敵な作品が、はい、なんかあれをまあ、ちょっと大変だと思うんですけどしっかり見れるとか、またあれを生で見たいって人いると思うんですよ。実際現場で見れる方少なかったと思うんで、だからそれを生で多分見たいって人もいると思うんで、僕らもあの作品1回しか踊ってないでしょ、あるんでどんどんやっぱ踊っていきたい部分もあるんで、すごいあんだけ時間かけて生んだ作品たちなんでね、いっぱい生で見てほしいですよね。なんかすごい、私本当お願いしたいことをいっぱいあって言うと怒られるかと思って言えないことを全部言っていただいてる本当に、まあね、本当にやりたいことをどんどん今言っとけば、そう、ね、見ていただいてる人たちが、はい、あそれなら行きたいとかそれやってみたいとかっていう人がどんどん出てくると思いますのでね、はい、はい、ということで皆さんありがとうございます。だいぶ充実した面白そうな、ね、企画が、ね、出てきたということなんでございますが、はい、ということでじゃあ実際、みんな聞いて思ったと思うんですけど、ミクサライブ東京エイトロックスのホームグラウンドということで、まあ、ここも今の話でも出たようにもうダンスの聖地にしちゃっていいんじゃないですか。もうぜひお願いします。ぜひドラゴンさんの力もいただきながら、はい、もう全然いいです。ビル丸ごとぜひ。もう池袋といったらね、もうオタクの聖地の一つなんですよ、中野、池袋、秋葉原、この三大聖地なんで。確かに、もう池袋にしかもダンスの聖地ができるなんて言ったらもうすごい嬉しいことなんで、僕的にも、はい、ぜひ協力させていただきたいんで、よろしくお願いします。敵になっちゃいそうですけど、いや敵じゃなくて、もう手を取り合って、もう乙女ロードもあるし、ね、近くアニメイトもあるんで、もうそこ行って最後にはね、ここ来て、ね、ミクサライブ東京来てみたいな感じで、うん、もういい一日過ごせるじゃないですか。それで聖地にしちゃいましょう、これは、ね、やっちゃいましょう、やっちゃいましょう。池袋すごくミクサライブ、うん、豊島区が盛り上げてくださるんで、あ嬉しいですね。だから大きな公園もありますし、こうね、はい、ストリートもありますし、早速皆さんでこう高野区長にお願いに行けばですね、お食べる量やらせていただけるんじゃないかと思います。ちょっと今から行くかも。もう今からこのアポ取らなきゃダメだ。アポ取らなきゃちゃんと。そんな急に来てびっくりするからね。確かに、はい、でも絶対そういう、ね、形を取っていきながらやればどんどん認めてもらえて、いろんなことさらにできて、さらにダンスだったりね、後世エイトロックスのこと好きっていう人がどんどん増えてくると思うんで、うんうん、はい、いいじゃないですか。やっていきましょうよ。やりたい。はい、ということで今ねだいぶ話も盛り上がってきたところで、ここら辺でご覧になってる皆さんからのね企画や感想なども紹介していきたいと思います。さあそれではですね、はい、ではまず一つ目こちらですね。じゃあお名前二郎さんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ファンと作るグッズ企画開発番組が欲しいということで、おお、やばい、なんかやっぱグッズもね、やっぱ一つね応援するにあたっては絶対必要なものだから、はい、はい、ということでグッズなんですけど、どんなものが欲しいとかありますか。グッ
ッズ、いやそれこそもう僕らそのグッズとかの専門が全く分かんないん で、うんうんうん、でこれが欲しいとかがどんどんこうあったら、あこういうのも必要なんだとか、はいはいはい、まあでもあとは僕らがこう普段このダンスするときに被ってるキャップだったり、まあ、スピンニットだったり、うん、こうリストバンドだったりとかがあったらこういいなっていうのは、うん、タオルとかもやし、確かにね、まあなんか見ただけでそのファンの人たちが例えば応援するとこに向かうときにその格好で来れば、あ、コーセーエイトロックスのファンの人たちなんだとかね、はいはい、あ、コーセーエイトロックスなんだろう、かっこいいものはと思ってそれでファンになってくれる人もいるかもしれないから、はい、そういうキャップとか服とかはすごいいいですよね、うん、なおちゃんなんか欲しい、なおちゃんどう、欲しいグッズ、欲しいグッズ、いいんだよ、なんか好きな自分が欲してるものを言ってそれがグッズ化したらさらにすごいいいから、でもさっきちょうどなおちゃんも絵描いててそれ T シャツ欲しいとか僕言っちゃったんですけど、なおちゃんデザインの T シャツ、はい、みたいな、すごい可愛い、うん、そのイラスト描いてたよね、オリジナルのこうイラストっていうのがいっぱいあるんで、ねえねえと言っちゃって、いいじゃん、大丈夫だったなんかないの、欲しいもの、これでグッズあったらいいのにみたいな、なんかでも、うん、なんかメイクのポーチとか、うん、あーか、あ、それかわいいね、いいね、高生のねロゴ入ってたりとかして、なんか小物入れるやつあったらすごい嬉しいなって、うん、あ、めちゃめちゃいいじゃないですか、そういう意見欲しかった僕そういう意見欲しかった。じゃあ両スピンはどう、なんか欲しいものある、欲しいものですか、けどさっきも話で出たんですけど、自分グラフィティ書いてて文字書いてるんで、うん、なんかそういうステッカーやったり、まあなおちゃんもさっき出たように絵描くの好きだから、うん、なんかそれのステッカーやったり、なんか各々が書いたなんかステッカーとかキーホルダーとかそういうのあったらなんか嬉しいんじゃないかな。ああ、いいですね、はい、エイトロックスカレンダーとか欲しいな、うん、確かに、あ、カレンダーか、1日1個、あ、シーズンごとのあれになるから、ね、12シーズンあればもうね、はい、いけちゃうもんね、ちょうど12個やし、ね、確かにいけるかもしれない、それは可能性大ですね、確かにカレンダーいいっすね、カレンダーいいね、うん、そういうのもねどんどん出てくればいいんじゃないかなということで、まだどん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 そういうグッズとかのねアイデアもどんどん出てくると思いますので、皆さん期待しててください、ありがとうございま す。じゃあ続いて2つ目いきたいと思います。じゃあ お名前ですね、鬼爺さんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございま す、はい、池袋にある学校のダンス部を集めて池袋ミックサライブ学園祭を開いてみたらどうかっていうところですね。やりたい、楽しそう、それいいね、めっちゃいい、これすごい楽しそうだね、楽しそう、あ、めちゃめちゃいいじゃないですか、今若い子も取り込めたりしてて、そうね、いいっすね、なんかこういうどん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 いろんなところに広がっていくとね、うん、もっと楽しいと思うし、なんかそれきっかけでいろんなこういう場所があるってことも知ってもらったり、はい、コースエイトロックスも知ってもらえたらいいと思うから、きっかけは何でもいいと思うんでね、うんうん、そういう学園祭だったらいろんな人も参加できると思うし、見に来る人もさらに楽しいと思うと思うので、学園祭いいな、いいですね、やりたい学園祭って俺あんまりその自分が経験値ないんですよ、学園祭僕もあんまないんですよ、ない、学園祭どうですか、なんか思い出ある人いる、え、けど一生踊ったよね、え、学園祭で一斉と、はい、俺学園祭って言ってたっけ記憶がどっか行っちゃってるじゃん、卒業した後じゃなかったっけな、 あれもう記憶どっか行っちゃってるじゃん、踊ってるよね、いや一緒に踊が忘れてた、僕は忘れてました、え、学園祭じゃあ踊ったんだね、踊った、いや、やっぱいいっすよ、気持ちいいっす、楽しい、はい、違う、なんかいつもの、いや、なんかもうキャキャ言われるんで、あ、なんかそれが良さだよね、なんかそのコンテストとかとはまた違うじゃない、学園祭って多分思い出作りにもなるし、またなんか一個に向かってみんなでこうやるっていうところもすごい思い出になると思うんで、達成感はやっぱすごいと思います、ね、どうですか松下さん、学園祭っていう、もうぜひ、ね、なんかこう学校とこうね、つながってこう学校に行ったりミクサーに来ていただいたりっていう形でぜひやりたいですね、すごいいいですね、この意見は鬼爺さんすごいいいですよ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、どうですか、もうそろそろお時間になっちゃいますか、もう一個いける、あ、もう一個いけるみたいですね、はい、じゃあ続いてお名前、SK さんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんのことをもっと知るために、あ、ミクサエイトラジオはいかがでしょうかということですよ、ラジオラジオね、お、いいじゃないですか、これも緊張する、喋り上達せんといかんな、やばい、あ、でもそれもね、どん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 上手くなってくると思うから、そうです ね、いいじゃない、え、誰と誰がとかある、なんか例えば全員が出ると、はい、やっぱりこう誰か喋る人が率先しちゃうと思うから、例えば日替わりじゃないけど週替わりとかで二人ずつってやった時に、このメンツでラジオ聞きたいみたいな、ゆうきとか他のメンバーもいるじゃない、まずでもやってみたいのは、まあ、僕と弟の太一とかはまあやってみたいな、はい、兄弟の見たいな、それ聞きたい、俺てっちゃんとやりたいですね、てっちゃんね、よくやってるもんね、一緒にね、はい、俺とてつでやりたいですね、なおちゃんはどう、誰と一緒に配信したいとかあります、ラジオ、なんかみんなとやってみたいですね、あ、みんなと逆にみんなと、はい、え、いつもよくおしゃべりしてるのは誰なの、いつもおしゃべりしてるのは女子メンバーの、
はるかとゆいかです、うん、もういいじゃん女子メンバーのラジオ番組めちゃめちゃ聞きたいけどね、うん、8ロックスのてっちゃんとなおちゃんとかも見たいな俺ああてっちゃんとなおてつなおいいね面白いねだからそういう組み合わせがどんどんできるってところもラジオの良さだと思うしそこでいろいろね話も膨らんでくると思うからめちゃめちゃ聞きたい人もね今見てる皆さんも多いと思うんじゃないかなと思います、ね、ラジオの収録もぜひミクサライブでやってもらえればいいですねそうですねここでやってで公開収録イベントみたいなをやったらもうめちゃめちゃいいじゃないですか、はい、もっとね、はい、俺らのいろんなところを知ってもらうために、うん、そうですね、はい、いいですね、まあ、僕もあのアニメとかのラジオでめちゃめちゃやっぱラジオすごい好きだったんで、あのやっぱでそれも12人ぐらいのグループが3人ずつやってたんですよ日替わりだから週替わり で、ね、だからもうめちゃめちゃ楽しみで、だからそれがね構成トロックスもどんどんみんなのねあの火曜日楽しみだなとか、ね、来週は誰々と誰々の組み合わせだみたいなって楽しんでもらえたら、はい、さらにねダンス以外でもこう広がっていくんじゃないかなと思うので、はい、いいんじゃないかなと思います。はい、ということでまだまだね意見がたくさんありますけどもこの場で紹介させていただいたんですけども放送が終わらない可能性があるんでこれ以上はねまだまだ来てるみたいなんですけども、はい、一旦今日の企画会議はここまでにさせていただきたいと思います。コメントしてくれた皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで楽しい時間はあっという間でございます。この音楽が流れたということは終わりだ、はい、お時間が来てしまいましたということでミクサライブ東京構成8ロックス公開企画会議もそろそろ終了のお時間となってしまいました。はい、ということで最後に、ね、参加していただいた皆さんから一言ずついただきたいと思います。じゃあ今日はねさっきからこっちから行ってるんでじゃあ両スピンから。いやそうですね、今回こういう企画会議してこれからなんかやりたいことがどん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 こう増えていってなんかこれからの8ロックスとミクサライブの東京さんとのなんかコラボが楽しみだなって思いました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてなおちゃんお願いします。はい、今日はありがとうございました。これからどんどんいろんな企画やっていけたらいいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いてじゃあ、はい、してお願いします。本日はありがとうございました。すごく楽しい時間になってこれからなんかいろんなことがなんかできるのかなって考えるともうすごくワクワクしてます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。そして松下さんお願いします。はい、今日はご視聴いただきましてありがとうございます。もうね、8ロックスさんのもう大ファンになっておりますんでね、ぜひミクサライブからいろんなことを発信していきたいと思いますので皆様もぜひいろんなこれやってほしいとかねいただけたらみんな実現していきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。はい、なんでね今後もなんかツイッターでミクサ8をつけていただければね皆さんどんどん見ていますのでどんどんこれからもねつぶやいていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。さあということで、ご覧いただいた皆さん本当にありがとうございました。これからもミクサライブ東京そして構成8ロックスの活躍にぜひぜひご期待ください。ということでここまでのお相手はリアル秋葉ボーイズのドラゴンと構成8ロックスの一世そしてなおちゃん両スピンそして松下さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。